グイード・ダ・スポレートは中世西欧のローマ皇帝、微動家出身のイタリア王。グイード・ディ・スポレート、また、スポレート皇として、グイード三世とも言われる。フランクの家柄で、846年に、ローマがサラセンジ人の攻撃を受けた時に戦った、グイード一世ディ・スポレートの息子である。女系を通して、カロリング家と血縁関係があった。 兄、ランベルト1世が880年に死去。兄の息子、グイード2世も883年死去し、グイード2世の子が、年少のため同年スポレート公を継承した。ベネベント公アデルキの娘、アジェルトルデと結婚し、息子、ランベルトを授かった。また、娘、ロチルデは、トスカーナ辺教博アダルベルト1世と結婚した。882年、皇帝カール3世に、 反逆の角で所有を奪われたが、翌年再占領し、カメリーの功となった。885年には、ガディラーノ側で、サラ先人ンンを撃退した。888年の皇帝が死去の後、フランス王の選出の際ではクワダテに失敗するが、ベレンガーリオとのイタリア王位をかけた紛争では、889年のドレッピア側での戦いで彼を破り、パビーヤで退官した。 891年2月21日には、教皇ステファヌスゴセイから、ローマ皇帝官の退官を受け、皇帝位を息子のランベルトと共同で受け持った。続く、教皇フォルモススとは対立関係となり、教皇はアルヌルフをイタリアに呼び寄せた。894年に、アルヌルフがイタリアに侵攻、ベルガモ、ミラノ、パビーヤを征服し、そこで、 グイードに対するイタリア王と公認されて、ベレンガーリオの領土の寄贈を受け、ゲルマニアに戻った。しかし、グイードから助けを求められた、イブレイア公、アンスカーリオ一世は、ブルグン島ルドルフ一世が派遣した援軍により、イブレアにてアルヌルフの進軍を阻止しようとした。アルヌルフは、封鎖を越え、戦闘を回避するために山中にいるルドルフを攻撃した。同年、イードは死去し、 息子のランベルトに対立を多いを残した。ありがとうございます。